ナイトクラブのセキュリティのバイトをしていた時に、キックボクシングを始めた。プロデビュー戦は2ラウンド小勝ち。その後、試合横なし15勝4敗の戦績で、K1 オセアニア地区予選トーナメントにエントリーをする。2000年2月27日、K1 ワールド GP2000 世界地区予選のオセアニア地区予選トーナメントに、無名ながらエントリーして、K、回戦では、 クレイアウミタギからにアールに膝蹴りでダウンを奪うと直後に右ストレート一発で小勝ち続く準決勝ではロニーセフォーと対戦して判定勝ち決勝戦ではフィルファーガンに右フック2連打からのアッパーで2アーコ勝ち K1 に初参戦でありながら地区予選初出場初優勝を果たした2000年7月30日 K1 ワールド GP2000 名古屋にて K1 ワールド GP2000 の出場権をかけたトーナメントに出場。一回戦でジェロムレ・バンナと対戦し、これまでこんな大きな舞台で戦ったことがないから、巨大な会場と数万人の観客の声援にビビって、緊張で頭が真っ白になった。試合中に何をしていたかすら覚えていない。と語るハントは、出入りを繰り返しながら、バンナと、 一進一退の殴り合いを繰り広げ、ハードパンチャーのバンナーを相手にしても特に大きなダメージを受けることもなく試合を終えるが、1R にポイントを取られていたため判定負けとなった。2001年2月24日、K1 ワールド GP2001 世界地区予選のオセアニア地区予選トーナメントに出場。1回戦でネイサンブリックスと対戦。パンチラッシュから膝蹴りでダウンを奪うと、 左右のフックの連打によりわずか57秒で小勝ち。準決勝はアンドリュー・ペックと対戦し、右クロスカウンター一発で48秒小勝ち。決勝戦ではピーター・グラハムと対戦して 2R にボディエ強烈なミニストレートを打ち込みグラハムを悶絶ダウンさせると 3R に右アッパーカットで小勝ち。3試合すべて小勝利で2年連続で オセアニア地区予選トーナメントを制覇した。2001年6月16日、K1 ワールド GP2001 メルボーンにいて、K1 ワールド GP2001 の出場権をかけたトーナメントに出場。1回戦でアマチュアボクシングの全日本ボクシング選手権王者でも、ある、天田博美と対戦し、1アーコ勝ち。試合ではプレッシャーをかけながら左右のパンチと、 ローキック飛び膝蹴りを放って、アマタを追い詰めると、1R 終盤に、右ストレート一発で、アマタをコーナーまで吹き飛ばして1アーコ勝利を収めた。敗れたアマタは腰骨を骨折。アマタは後に、K1 で、パンチの強かった選手について聞かれた際に、ハントのパンチは一発で飛んだので、気持ちよく、死ねました。と語っている。準決勝では、アーネスト・ホーストと対戦し、 判定負け。プレッシャーをかけながら、パンチで前に出るハントと、距離を取りながら、ローキックを当てていくホースト、という図式になり、ニアールにハントが、2001年10月8日、K1 ワールド GP2001 イン福岡の、敗者復活トーナメントにて、出場予定だったミルコクロコップの代わりとして、緊急オファーで出場。1回戦で、レーフォー、 1R 開始早々にハントがラッシュを仕掛け、セフォーをぐらつかせると、攻撃を返してきたセフォーに対して、カウンターのミニストレートを打ち込み再度ダメージを与える。しかしセフォーも引かずにハントにパンチを当て始めると、試合は壮絶な殴り合いとなり、K1 史上に残る名勝負となる。2R にはハントがセフォの強烈なパンチを、ノーガードのまますべて顔面で受けきるという離れ技を、見せて、 観客を沸かせた。試合は最後まで白熱した打ち合いとなり、与えたダメージ面では、ハント優勢だったが、ジャッジは、ヒット数で上回るセフォーを支持し、判定負けとなった。だが、セフォーがこの試合で、眼下低骨折などのダメージを負ったため、トーナメント続行不可能となり、セフォーの代わりにハントが勝ち上がり、決勝戦に進出した。同日の決勝戦にて、 マイク・ベルナルドを1アーコして勝ち上がってきたアダム・ワットと対戦しサンティコ勝ち肉体改造で体重を1 0ラム以上増加させたボクシングの世界ランカーのワットは 2R に強烈なカウンターの左フックを直撃させる直後にもワットのジャブレンダをヘッドスリップでかわしながら右フックを当てて2度目のダウンを奪ったールには 緊急オファーで体力づくりをしていなかったのでバテたと、後に振り返る、やや疲れ気味のハントをワットが、渾身の力で攻めて、パンチや膝蹴りを何度もヒットさせるが、打ち合いの中で、ハントがカウンターの左フックをヒットさせて、ワットが膝から崩れて三度目のダウン。その際に、ワットの目尻からの出血により、ドクターチェックが行われ、ワットは試合続行不可能。 ハントの TKO 勝利となり、敗者復活トーナメントで優勝。K1 ワールド GP2001 決勝トーナメントのギップを手に入れた。2001年10月9日、各トーナメントを勝ち抜いた8人のファイターたちが一堂に会して、12月に開催される K1 ワールド GP2001 ファイナルでの決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われた。そこで誰もがホーストとバンナの入った。 A ブロックを避ける中、ハントは比較的楽とされる、もう片方の B ブロックを選ぶことなくバンナの隣を選び、その勇気に会場のマスコミ関係者たちからは大きな声援と拍手が起きた。この結果、GP ファイナルは準々決勝から、ハント VS バンナという旬の高カードが生まれた。2001年12月8日、K1 ワールド GP2001 ファイナルイン。 東京ドームの決勝トーナメントに出場。準々決勝ではトーナメント抽選会で自ら対戦相手に指名した優勝候補のジェロムレ・バンナと対戦し、ニアーコ勝ち。1R は比較的静かな立ち上がりとなるがニ r 開始直後に激しい打ち合いが始まる。バンナが膝蹴りとパンチでハントをコーナーに追い込むが、ハントはバンナの強烈な左ストレートをおでこで受け止め。 直後にもっと打ってこいというポーズとともに自らの顎を前に突き出し会場を沸かせた。そして至近距離でハントが強烈な右フックを当てると動きの止まったバンナに左右のフックを連打。最後はロープ際で棒立ちになったバンナに右フックを打ち込み失神庫で破り東京ドームのゴム。なお、この試合の実況を担当したフジテレビの三宅正春アナウンサーは興奮のあまり。 大本命、ジェロムレ・バンナ激鎮。新しい星の誕生です。ビッグウェーブが、ジェロムレ・バンナを飲み込んだ。新しい波。新しい星。新しい力。マーク・ハント。ジェロムレ・バンナを粉砕。と絶叫し、後に三宅アナは、スポーツ番組ジャンクスポーツにて、自身の生涯ベスト実況はどれか。という質問に対して、 全てのスポーツの実況の中からこの試合の実況を上げている。同日の準決勝にてステファン・レコと対戦し 3R 判定勝ち。1R 早々にハントが素早い踏み込みからの右ストレートでバックステップするレコを捉えてダウンを奪う。レコもハントに攻撃をヒットさせるがそれをものともせずに前に出てくるハントのプレッシャーに押されてなかなかペースをつかめない。 2R にはレコが放った左ハイキックにハントが、カウンターの右フックを合わせて2度目のダウンを奪い、大差の判定勝ちを収めた。なお、この試合で、レコの攻撃の衝撃をすべて吸収してしまうかのような、打たれ、強さを見せるハントに対して、実況席の藤原則リはハントを、魔人、ブーと称した。同日の決勝戦にて、ピーター・アーツとアレクセイ・イグナショフを破り勝ち上がった。 フランシスコ・フィリット対戦し、延長 1R 判定勝ち。試合はガードを固めて蹴り中心に攻めるフィリオと、膝蹴りやボディブローでボディにダメージを与えていく、ハントという図式となる。拳が交錯するシーンは少ないもののフィリオがバックスピンキックを放つとハントもバックスピンキックを返すなどして会場を盛り上げる。ただ試合は全体を通して、フィリオの手数が少なく、 後ろに下がるシーンが目立つため、3R 中盤に、レフェリーがフィリオに警告を与えた。3R 終了時点の判定では、ドローとなり、延長戦となる。延長 R では、フィリオは、ボディにダメージが蓄積しているため前に出ることができず、レフェリーから二度目の警告を受けてしまう。対するハントは、ボディブローや飛び膝蹴りをフィリオの腹部に当てていき、終始、フィリオを攻め続けて、 明確な差をつけた。この結果、延長ラウンドの判定では、ジャッジ三者全員がハントを支持し、3から0の判定でフィリオを破り、K1 ワールド GP を初制覇。2001年のワールド GP 王者となった。2002年1月27日、K1 ライジング2000人静岡で、中坂強しと対戦し、ニアーコ勝ち。解説席の関根勤組に、ハント。 また太ったんじゃないですかと言われる通り、K1 で優勝してから、まともに練習をしておらず、前回の試合より体重が死亡で 6.5kg も、増えていた。試合は 1R 中盤に、ハントの膝蹴りとボディブローを受けた中迫が交代。ハントはそのまま打撃で中迫をコーナーに追い込むと、狙いすました膝蹴りでダウンを奪ったが、2R には、 中坂のハイキックが頭を下げたハントの後頭部に直撃してハントは生涯初めてのダウンを奪われた。長がすぐに立ち上がったハントは火がついたようにラッシュを仕掛けフック気味の左アッパーで中坂を跳ね飛ばして二度目のダウンを奪うと今度はジャンプしながらの右フックで三度目のダウンを奪った。立ち上がった中坂もミドルキックを連打して応戦するが 最後はハントがその右ミドルをつかみながら、右フックを当てて4度目のダウンを取ったところで、リフェリーが試合を止め、ニアーコ勝利した。勝ち名乗りを受けたハントは、ロープ際でうなだれる中坂を、後ろから抱えて持ち上げて、観客と共に祝福した。2002年3月3日、K1 ワールド GP2002 名古屋で、ミルコクロコップと対戦し、5R 判定負け。 前の試合から約1ヶ月という短期間での参戦で、体重も前年末より 6kg 増えていた。3R に、左ハイキックを受けダウンを喫するなど 3R までは、押され気味であり、4、5R に巻き返すものの攻撃をかわし切られ0から3、の、判定負け。この頃、ハントは格闘技雑誌、ゴング格闘技などにて不調について質問された際に、自身の問題を告白。 前年 K1 で優勝して K1 王者になったことにより知らない親戚が大量に増えて群がりお金を持って行ったり成功したハントにあやかろうと寄ってくる人間がひっきりなしに現れ周りの知り合いたちも態度が表現して別人のように優しくなったりするなど今までに感じたことのない恐怖に襲われたと語っているハントはそうした環境の変化や人間関係に悩み続けて最後には 自暴自棄人間不信に陥ってしまったという。練習にも集中しきれず、ミルコ戦前パリでのバンナ戦の間の数ヶ月は、病院の精神科に通っていたこともインタビュー内で明かしている。実際この時期のハントは、TBS 系列のテレビ番組、筋肉番付の、K1 メンコ GP に出演にしてベルナルドに敗れた際、際 メンコでの対決であるにもかかわらずなぜか泣いてしまうなど、そこなしに明るい性格であるはずのハントがかなり精神的に参っていたことが確認できる。この後に行われるバンナ戦後のインタビューでも涙ぐむなど、精神面が不安定な状態はこの後もしばらく続いていた。さらに、ミルコ戦、バンナ戦とに連敗すると、その寄ってきた人間たちからは一切連絡がなくなり、 ハントは本気で引退を考えたという。2002年5月25日、K1 ワールド g p 2 0 0インパリでジェロムレバンナと対戦。壮絶な死闘となった。1R はお互いに譲らぬ互角の展開。2R はまずバンナがカウンターの右フックでダウンを選手。ハントは笑いながらカウント2ですぐに立つが、直後の攻防でバンナのパンチが目に入ったことにより交代。 そこに攻め込んだ、バンナの左ハイキックが、さらに、ハントを直撃する。だが、今度はハントが左右のフックとアッパーを顎に打ち込んで、バンナを前のめりにダウンさせダウンを奪い返す。そのまま、両者一歩も引かない打ち合いとなり、ラウンド終了直前にはバンナがクリンチの、結果、ダウンの応酬となり、K1 市場に残る壮絶な、ラウンドとなった。しかしにある終了後のインターバル中に、 ドクターがハントの目をチェックし、右目周辺を骨折している、可能性が高いと診断。それを受けて、セコンドがハントを説得して、タオルを投入し、ハントは TKO 負けを喫した。ハントは格闘技雑誌などで、ダメージは確かにあったけどインターバル中に回復したし、3R も試合を続けるべだったんだけど、セコンドとドクターの判断だから、しょうがないね。残念だよ。 と語っている。なお、ハントは試合後にパリ市内の病院で検査を受けたが、セコンドがタオルを投入するきっかけとなった試合中のドクターによる目の周りの骨折という診断は間違っており、ハントの目や目の周りは特に何も異常はなかった。2002年8月12日、K1 プライド合同イベントとして8月28日に開催されるダイナマイトの会見が行われ、 マークハント VS ドンフライの K1 ルールでの対戦が発表された。しかし27日の大会前日会見にて、K1 の石井和義艦長が、ハントはミルコ戦の時期に右手首を負傷していて、パリでのバンナ戦前や試合後にも痛めていましたが、その怪我を悪化させました。これにより、ダイナマイトでのハント VS フライは中止になりますと発表。 28日のダイナマイトでのドンフライトの対戦が中止になると同時にハントがパリでのバンナ戦は右手首の負傷を隠したまま試合していたことが石井館長の口から明らかとなった2002年10月5日 K1 ワールド GP2002 開幕戦の GP1 回戦でマイク・ベルナルドと対戦し判定勝ち K1 トップのハードパンチャー同士の真っ向からの 殴り合いが期待されたこの試合だったが、ベルナルドが 3R 後半まで慎重な試合運びをしたため、3R では決着がつかず判定となった。2002年10月6日、開幕戦で勝利した8人のファイターが集まり、K1 ワールド GP2002 ファイナルの決勝トーナメント抽選会が行われた。くじ引きの結果、ハントの選択権は8番目となった。 6人目まで選び終えた時点で、それまでの全ファイターに避けられたボブ・サップとステファン・レコの2選手の対戦相手が決まっていなかったが、7番目に選ぶ権利を得たセミー、シュルドがレコとの同門体制を避け、サップを選んだため、ハントはサップではなく、自動的にレコとの再戦が決まり、自分には選択の余地はなかったけど、良いリマッチになるように頑張りますと答えた。 2002年12月7日、K1 ワールド GP2002 ファイナルイン、東京ドームの決勝トーナメントに出場。準々決勝で、ステファンレコと2度目の対戦をして、3アーコ勝ち。開幕戦からこの日までの特訓で 4kg 痩せて、減量に成功したハントは、K1 トップのスピードを誇るレコと遜色ないスピードを、見せる。対するレコもハントを、 徹底研究したという成果を見せて決定打を許さない。1.2R は両者パンチとローキックを織り混ぜながらフットワークを使うスピーディーな互角の展開が続く。試合は 3R で決着し、レコが右ストレートを放った瞬間、ハントがそれを顔面で受けながら踏み込んでカウンターの左フックを直撃させ、それを受けたレコが膝から崩れてダウン。レコはんとか 立ち上がりコーナーにもたれかかるが脳が揺れており足に力が入らずダウンカウント中にコーナーで再び崩れ落ちたためレフェリーが試合を止めハントが左フック一発で小勝利を収めた。なお、レコは試合後インタビューで 1R の攻防の際にハントのパンチで尾骨を骨折した。相手のパンチが強すぎるので折れたのは仕方ない部分もあるがそれで集中力を乱してしまった。 と語った。また勝利したファンとも、昨年の対戦よりレコは手強かったと語るように、自ら放ったケリアレコのローキックで、膝の人体帯を痛めてしまい、トランクス下の膝や、太もも周辺が紫色に変色。同日の準決勝のバンナ戦で、その影響が出ることになる。同日の準決勝で、ジェロムレバンナとの4度目の対戦。準々決勝で武蔵を越して、 大きなダメージなく、勝ち上がったバンナに対して、ハントは準々決勝のレコ戦で、膝の十字靱帯を損傷している状態。試合開始と同時に激しい打ち合いが展開されて、お互い一歩も引かない。1R 終了間際に、バンナのローキックを受けたハントはステップが乱れ、同日レコ戦でのダメージを隠せない。2R には、クリンチ際に、バンナがハントを投げようとするが、ハントはビクともせず、 それを受けて、今度はハントがバンナをコーナーまで投げ飛ばした。直後の攻防では、バンナの右ローキックでダウンを奪われた。その後は、足の負傷によりあまり動けないハントに対してバンナが、次々とパンチやローキックを打ち込み、ハイキックも計4発当てて優勢に試合を進める。だがどれだけ打たれてもハントは、倒れる気配がなく、あまりの打たれ、強さに会場がどよめく。 ハントの痛めた足を狙いすぎて、得意の左ミドルキックなどはほとんど打たず、攻撃が右ローキックに固執しがちなバンナに対して、ハントがカウンターを狙う場面もあった。試合は3アールになり、このままバンナ優勢で終わると思われた矢先、試合終了の10秒前に、バンナの右フックにハントが、カウンターの右フックをヒットさせてバンナがダウン。その瞬間、 東京ドームの74,500人の観客は、総立ちとなった。試合は判定となり、ハントは、判定負けを喫した。この結果、ハントは、GP ファイナルの準決勝で敗れ、2年連続の、K1 王者という栄冠は逃す形となったが、K1 のベスト3ファイターとして表彰された。2003年5月3日、K1 ワールド GP2003 in LAS ベイグスで、 ゲイリー・グッドリッチと対戦し、判定勝ち。ハントは、前年のレコ戦、バンナ戦で追った膝の十字人体損傷が、まだ感知していないため、分厚いテーピングで膝を固めたままの試合となった。TV 放送でも、こ必死。シ、腕対決と、テロップが貼られる試合だったが、膝を痛めているハントはー r からステップを使わなく、なり、腰の入ってない手打ちパンチが増えて、制裁をかく。 対する、グッドリッジもいつになくガードを固め、途中からはダメージも合わさりあまり手を出さない。ハントの手打ち気味のパンチで、グッドリッチがぐらつくシーンは何度も見られるが、グッドリッチも決定的なダメージは回避し続ける。3R 終盤には、至近距離からハントがカウンターの右フックで、グッドリッチの頭を揺らしふらつかせて交代させると、手打ちパンチの連打で、古寸前まで追い込むが、 グッドリッチはゴングに救われる。4R 終盤にはグッドリッチが反撃して数多くのパンチを打ち込むがハントは途中から意図的に打撃を顔で受ける。5R にはハントがジャンピングハイキックを繰り出すがわずかに外れ転倒そのまま両者ともに相手を倒しきれず試合終了。ハントが判定勝利を収めた。2003年5月グッドリッチ戦で膝の状態を さらに悪化させたハントは、試合から数日後に、膝の人体帯を断裂してしまう重傷を負う。結果、緊急手術となり、手術は無事に成功したが、6月29日に開催される、K1B スト22003出場は、白紙となった。選手生命を脅かしかねないこの大怪我と手術により、完治に時間がかかり、ハントはこの後1年に1ヶ月ほど試合から遠ざかる、こととなる。 2004年3月、ハントは2002年頃から、総合格闘技に興味を持っていたが、膝の療養中に K1 と契約が満期となり、フリーとなったため、当時世界一の総合格闘技団体であった、プライドから工場券のオファーが来たことによりそれを受諾。プライドと複数試合契約を結び、これを機にハントは、キックボクサーから、総合格闘家へと転向した。プライド。 編集2004年4月25日に行われたプライド GP2004 開幕戦にて6試合目終了時に場内アナウンスが鳴り響き K1 王者マークハントプライド参戦というニュースが大型スクリーンに映し出されて大歓声が沸き起こるとハントが入場稼働から登場リングに上がるとマイクで私は K1 で王者になったので次は MMA の王者を目指します。男なら、頂点を目指さなければならない。だから私はプライドで戦いたい。と語った。2004年6月20日、総合格闘技デビュー戦を、プライド GP2004 に ND ラウンドにて、吉田秀彦と対戦。腕ひしに十字固めにて一本負けとなった。なお、勝利した吉田は、半トの打撃と力により左肩をあだっきゅうしているが、 引退後に、自身のドキュメンタリー番組、勝負の瞬間にて、その後の低迷は、マーク・ハントに肩を壊されたことがきっかけだったと、語っている。2004年10月31日、プライド28で、ダン・ボビッシュと対戦し、一ィコ勝利。ボビッシュはグラウンド状態で、ハントの頭部を何度も膝蹴りしたことによって、膝を壊してしまい、手術を受けた。 2004年12月31日、プライド男祭り2004サダメマイナスにて、桜葉和志決場による、緊急大役で、プライドミドル級王者のバンダレーシューバと対戦。激闘を制止にから1の、判定勝ちを収めた。2005年12月31日、プライド男祭り2005いただきマイナスで、ミルコクロコップとの K1 出身選手同士という、ストライカー対決が実現。 二から一の判定勝ちを収め、K1 時代のリベンジを果たした。2006年2月26日、プライド31で西島洋介と対戦し、サンティコ勝ち。2006年5月5日、プライド無差別級グランプリ2006開幕戦で、高佐勝義と対戦し、引退をかけた高坂に対し壮絶な殴り合いの末、TKO 勝利。GP ベスト8に進出した。 2006年7月1日、プライド無差別級、グランプリ2006に ND ラウンドでは、ジョシュ・バーネットと対戦し、1ラウンド2分2秒、チキンウィング・アームロックで1本分け。2006年12月31日、プライド男祭り2006で、エメリア・エンコ・ヒョードルとプライドヘビー級タイトルマッチで、対戦。ヒョードルから、上のポジションを取り、 アームロックを仕掛けるなどグラウンドでヒョードルを支配し続けたが、最後はチキンウィングアームロックで一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。2007年11月25日、プロレス工業ハッスルのハッスル、モンスター軍の二人をサモアンフックで倒し、すかさずキンターマンが3カウントを奪い取った。2008年4月13日、 K-1 ワールド GP 2008 i 横浜で2003年以来5年ぶりに K-1 に1試合のみ復帰。ハントはすでに総合格闘技の世界に身を投じており、立ち技ではなく総合格闘技1本で戦うことを希望していたが、ドリーム K-1 を主催するフェグとの契約条件により、世界ランク1位のスーパーヘビー級王者、セミシュルトと K-1 スーパーヘビー級タイトルマッチで対戦。 1R の終了間際にシュルトの右後ろ回し蹴りを腹部に受けてダウン。膝立ちの状態まで起き上がるが、そのまま10カウントを迎えて、人生初の小負けを喫した。ドリーム、編集2008年7月21日、ドリーム、こで、アリスターオーフレームと対戦。V1 アームロックで一本負け。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、 メルビン・マヌーフと対戦し、1アーコ負け。2009年5月26日、ドリーム9のスーパーハルクトーナメント1回戦で、ゲガール・ムサシと対戦し、アームバーで1本負けを喫した。ユフック、編集2010年9月25日、ユフック初参戦となった、ユフック119で、ショー・マッコー・クルと対戦し、ストレートアームバーで1本負け。プライド買収時に、 ハントの試合契約も引き継いでいた、ユフック代表のダナホワイトは、5連敗中で4年間勝ち星がなく、ユフックで試合をしても勝つのは難しいだろうと、周囲から思われていたハントに対し、入るから、ユフックで試合をしなくてもいいので、契約に残っている試合数分のファイトマネーを払うと、申し出るも、ハント本人が、それならば、試合をしたいと返答したことで、 ユーフック参戦が決まったことを後に明かしている。2011年2月27日、ユーフック127でクリス・タッチ・シェラーと対戦し、レスリングのオールアメリカンにもなったタッチ・シェラーのタックルを切り続け、ニアールに右アッパーを打ち込みこがち、ユーフック初勝利とともにノック・アウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2006年の高差勝つ戦以来の5年ぶりの勝利となった。 2011年9月24日、UFC135 で、ベン・ロズウェルと対戦。総合格闘家としての格段の進化を試合で見せ、2R 終了間際には、腕肘に十字固めを極めかけるなどして、周氏ロズウェルを圧倒し、判定勝ち。2012年2月26日、日本で開催された UFC144 でシークコンゴと対戦し、右フックのレンダーで一ティコ勝ち。 2013年3月3日、日本で開催された UF ックオンフュー l t v 8でヘビー級ランキング9位のステファン・ストルーフェと対戦し、左フックでストルーフェの巨体を吹き飛ばしてサンティコ勝ち。敗れたストルーフェは、ハントの打撃で頬骨と顎を骨折するほどのダメージを受けた。この試合でハントは2度目のノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞し、UF ック4連勝となった。 2013年3月、ユーフック1 6 0にて、ジュニオールドス・サントスと対戦予定だったアリスター。オーフレームが負傷により欠場が決まると、ハントが自ら代役出場を申し出て、ドス・サントスと対戦することが決定した。2013年5月25日、ユーフック1 6 0のユーフックヘビー級王座挑戦者、決定戦にて、全ユーフックヘビー級王者で、 ヘビー級ランキング1位のジュニオールドスサントスと対戦。ハントは 1R 序盤に足の指を骨折していまい、その後前線するが 3R に後ろ回し蹴りを受けて小巻きを喫した。これにより、ハントの湯フックでの連勝は4でストップしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。試合後、左足のふくらはぎが黄色ぶどう球筋感染症にかかっていたことが発覚し、手術を4度受けた。 さらに、骨折した右足親指の手術や、皮膚の移植手術を受け、回復に時間を要することとなった。2013年12月7日、ユフックファイトナイトハント VS ビッグフットのメインイベントにて、ヘビー級ランキング4位のアントニオシウバと対戦。両者流血の壮絶な殴り合いとなり、最後までどちらも一歩も引かない接戦を5分後あるを、戦い抜き、 判定の結果ドローとなった。この試合はファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞。ハントは試合中に左手を骨折して手術を受けた。試合後の薬物検査でシューバから規定値を超えた高濃度のテストステロンが検出され、シューバは検査をパスできず失格となった。これにより試合結果がハントの戦績はドローのまま、シューバの戦績はノーコンテストへと変更され、 シューバのファイトオブザナイトのボーナス5万ドルはハントに譲渡された。2014年9月20日、日本で開催されたユーフックファイトナイトハント VS ネルソンのメインイベントにてヘビー級ランキング8位のロイ・ネルソンと対戦し、右アッパーでニアーコ勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。ーフック1 8 0においてーフック世界ヘビー級王者のケインベラスケスが 右膝負傷により欠場となったことで、ハントが代役として、ユフックヘビー級ランキング1位のファブリシオ・ベウドムと、ユフック世界ヘビー級暫定王座決定戦を行うことが決定した。2014年11月15日、ユフック1 8 0のメインイベントにて行われた、ユフック世界ヘビー級暫定王座決定戦で、ヘビー級ランキング1位のファブリシオ・ベウドムと対戦。 序盤優位に試合を進めるも2ラウンドに、飛び膝蹴りを受けダウンを奪われ、パウンドでニキコ負けを喫し、王座獲得に失敗した。2015年5月10日、ユ f o r FIGHT n i ミチッチ VS ハントのメインイベントにて、ヘビー級ランキング4位のスティーペ・ミオシッチと対戦。5R に、グラウンド状態でパウンドを受け続けたため、レフェリーストップによる TKO 負けを喫した。 2015年11月14日、ユフック1 9 3にて、ヘビー級ランキング11位のアントニオ・シウバと、約2年ぶりに再戦。1R に、右フックで、シウバを捉えて、ダウンを奪い、そのままパウンドで TKO を勝ち。2016年3月19日、ユフックファイトナイト、ハント VS、ミアのメインイベントにて、ヘビー級ランキング10位のフランク・ミアと対戦。 右ストレート一発で、ミアを沈めこがち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年7月9日、UFC200 でブロックレスナーと対戦し、判定負け。しかし全米アンチドーピング機関が実施した検査で、試合後レスナーに禁止薬物の陽性反応が出たことが明らかになった。12月15日、試合を管轄したネバダ州アスレチックコミッションは、 最低をノーコンテストに変更し、レスナーにファイトマネーの10%に当たる25万ドルの罰金と1年間の出場停止処分を下した。2017年1月4日には全米アンチドーピング機関がレスナーに同じく1年間の出場停止処分を下した。2017年1月11日、ハントがダナホワイト、ブロックレスナー等を相手に自分の利益のために フェアではない条件で試合をしたと、250万ドルの損害賠償請求で民事訴訟を起こすが、2019年2月にネバダ州地方裁判所によってこのハントが起こした民事訴訟が帰却された。2017年3月4日、UFORC209 でヘビー級、e、ランキング3位のアリスター、オーフレームと約8年ぶりに対戦し、膝蹴りで小まけ。 2017年6月11日、ユーフックファイトナイト、ルイス VS ハントのメインイベントで、ヘビー級ランキング6位のデリック・ルイスと対戦。スタミナ切れを起こしたルイスを、金網剤に追い込みパンチ連打で TKO を勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。健康問題報道、編集2017年9月14日にハントが、オーストラリアのスポーツサイト、プライアースボイスのインタビューの中で、 時々よく眠れないことがあるし、言葉が詰まったり、不明瞭になり始めてるんだ。記憶力も以前ほど良くない。何年も前のことは覚えてるのに、昨日のことを忘れてしまうことがあると自身の健康状態に不安があることを語った。このインタビューを受けてユフックは、選手の健康と安全は団体にとって最も重要なことであり、健康に関する問題を訴えている選手を試合に、 出場させるわけにはいきません。今後ハントがユフックに出場するには、さらなる検査と評価を受けることが義務付けられますと、声明を出し、ユフックファイトナイト、バーデューム VS、タイバーラで、マルチンティブラと対戦することが決まっていたハントを、試合から欠場させることを発表した。すると、ハントは、自身のインスタグラムに、あのインタビューは発言の文脈を無視して一部を切り取ったもので、 間違って引用されたものだ。言葉が不明瞭になるのは酒に酔った時だけで。あれは、俺と妻の間でよく言ってるジョークな。しかし、ユフックは、ハントがユフックが指定する病院で検査に合格するまでは、試合出場を認めないとする姿勢を変えることはなく、最終的にハントもユフックの指示に従い、脳の研究において、世界最高クラスの病院、ルールウーボ脳健康センターで、専門医の検査と、 医学評価を受けて試合出場許可を得た。2018年2月11日、ユフック2 2 1でヘビー級ランキング9位のカーティス・ブレイズと対戦。1R に右ストレートでダウンを奪うもテイクダウンとパウンドで盛り返され0から3の判定負け。2018年9月15日、ユフックファイトナイトハント VS オリニックでヘビー級ランキング11位の アレクセイオレーニクと対戦し、リアネイキドチョークで一本負け。2018年12月2日、ユーフックファイトナイト、ドス、サントス VS、遠いボッサでヘビー級ランキング15位のジャスティン・ウィリスと対戦し、判定負け。プロボクシング、2000勝1敗1分。ありがとうございます。